い、なんとやっと完成いたしました。こっちかな。いやー長かった、ね、完成、やっと完成、ほんとやっとです。リミがほとんどやって、もそう、ほとんどリミちゃんやって、残りのこの一番ね、このややこしくて同じ模様しかないところ、大苦戦ね、3人がかりで、ね、結局リミちゃんにもまたヘルプを呼んでね、ママもやり結局やっとできました。お疲れ様でした。じゃあさ、これ取って、おリミ、あれ、あれ、あーそっか、これ縦になるんだよね、縦っていうかそのまま、それをさ、そこの、それにかぶせて、そう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 、かぶせて、しんちゃん、これは糊やんなくていいよね、糊、これやらなくて大丈夫だから、ね、やらなくていいの、なんで、え、あの、もうここに額みたいなのに入れちゃえば取れない。できましたー、できました、見てくださいよ、これやばー、やばいよね、300ピース頑張った甲斐がありましたよ。まあ、リミのおかげなんで、もうほぼほぼもうリミちゃんの、え、でも私もね、4人の顔やったんだよ。そうだね、だからまあリミが6割、ちーちゃんが、私4割、4割、うん、だからリミが6割、しほが4割、リミが5割で、私が4割で、ママが1割で、ママはあんまやってない、ママ、ママは最後の方とか、そっか、ママはまあおまけみたいなもんですすごいすごいね、飾れるね、これ、ね、飾れるわ、どこに飾ろうかね、あそこ、え、なんかあの辺、私今、うん、そうね、ソファー生活だから、ちょっとあれ、いや置いてくる、これは後で飾ろうか、そうだね、うん、バイバーイ、はい、ご苦労様でした、リミさんは疲れた疲れた、シホさんはソファーにお戻りになりましたね、続き読みますすることないもんね。だよね。なんかお菓子の残骸がすごいけど。ちょっと。ちょっと。ちょっとアップにしちゃうよ。やば。はい、ということで。ママのスマホが落ちてる。嘘。あ、本当だ。ママのスマホはここだった。はい、じゃあご飯です。やった。水球がないんで買ったんですけど、あの、時間が時間なのでご飯持ってきました。はい、ということで、よいしょ、お水持ってきてない、あ、お水持ってきてくれるの、下座る、はい、こんな感じでね、そう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 、いいですね、慣れましたね慣れました、慣れましたね、ちょっと全然映ってないね、よいしょ、よいしょ、これあげみよう、はい、こんな感じで、ちょっと今パズルやってたからね、箱とかいっぱい残骸があるけどはい、はい、ちょっと、ね、食べやすいようにワンプレートにしてきました、食べやすいよ食べやすいよはい、じゃあね、夕飯一人寂しくですけど、一緒に食べてていいよ、はい、ママたちは下で行きます、いただきます、はい、あ、お水持ってこなきゃね、お水忘れ、リミちゃん、お水取ってきてあげてリミ、お姉さんも、リミちゃん、あら、お優しいね、カメラ、ちょっといい、カメラちょっと動かす、カメラが邪魔になっちゃった、よいしょ、うんうん、ご飯生活も意外といいかも、え、意外といいかも、でも太るからね、誰かに運動できない、え、運動できない、運動できないし、なんか顔がなんかでも疲れてる、活気なくなるね、やっぱね、ソファーでゴロゴロばっかりしてるとさ、うん、なんかこう活気がなくなるね、化粧とかもしないじゃん、うん、気合も入んないしさ、うん、服装もなんかこうゆるい感じの服になるしさ、うん、なんかそんな感じじゃない、心がなんか漫画だけ
パズルとかこうね、そういうものばっかりだとちょっとそんな感じしない？うん、するかも。うん、うん、うまっ。あ、リミちゃんがお水持ってきてくれた。うん、ありがとう。リミちゃんがね、お水を持ってきてくれました。ちゃんとお背中のフォーカーにくっついてますね。はいはい、はい、じゃあゆっくり食べてください。一人で。リミ行くよ。じゃあね、バイバーイ。バイバイ。ごちそうさまでした。はい、美味しかったですか？美味しかったです。はい、はい、まだまだですね。まだですよ。なんかお疲れの顔になってきましたね。なんか疲れてるね。なんか大変だなって。何もしてないのに疲れた顔してるね。だってずっとソファーと一緒だよ。そうだね。ソファーが嫌いになってきてさ。ソファー嫌いになってきた。うん、そっか。ママにこのソファーあげようかなって。いらない、置く場所ないわ。まだ頑張りましょう。なんか今日早く寝れそうだね。眠そうな顔してる。嘘、本当？うん。さっきだってご飯持ってきた時ボーっとしてたじゃん。うとうとしてた。確かに。ね。ね。はい。どうしますか？お風呂。入りたいです。お風呂だけ許可。入りたいです。じゃあお風呂だけ皆さんすみません、入らせてあげてください。ありがとうございます。はい。風呂入んないと衛生的に悪いし。はい、でもお風呂入って、身支度したらすぐまたソファーに戻ってきてくださいね。わかりましたか？テレビ見ちゃダメなの？テレビとか一切禁止でございます。あ、そうなの？お風呂だけ入ったらすぐ戻ってきて、すぐソファー生活が始まります。待って待って。お風呂入ってシャワー浴びて出てくるじゃん。着替えて、ドライヤーで髪乾かしちゃダメなの？2回ここでやんの？乾かすのって。ドライヤーまでさっといいです。あ、なるほど、いいですか、はい、ありがとうございます。ドライヤー終わったらもうここですか？はい。ああ、わかります。わかりましたか？はい、はい、うんうん。じゃあ、そういうことでいいですか、はい、離れて。え、いいですか、お風呂入って。そうですね、じゃあお風呂入りましょう。いいですか、離れて。いいですよ。いいですか。じゃあ食器持ってきてね。いいですか。はい、お風呂の時間だ。ありがとうございます。ちょっとだけね。はい、戻ってきましたね。はい、どうですか？少しはすっきり。少しはすっきりしました。はい、しかしまだまだ明日の朝9時までなので、まだまだです。今日はしかもソファーで寝なくちゃいけませんね。そうですね。まあ良かったですよ。はい、これ倒せるんで。そうだね。落ちる心配はないと。うん。じゃあリミ。はい。ソファー寝床作り手伝ってあげて。しーちゃん降りて。え、お兄ちゃんママなんだよ。じゃあママも手伝います。お、すごい。小2者すごい。小4の私とソファーを持ち上げられる。これどうするんだっけ。ここ。リミ頑張ってそっちさ前出して。せーの。違う。せーの。頑張れ。せーの。こっちに行くんだよ。せーの。はい、ありがとう。リミ、手はどけて。いい？おお。ちょっと快適すぎんこれ。リミもいける。あげても投げていいから、もうバーンってそっから。ねー、リミ落ちないようにね。リミ落ちないようにね。あ、来た。来た。ちょっとしーちゃん、ほらせっかく取ってもらったのにまた投げてどうするの。はい、しーちゃん
分で引き寄せてください。自分で引き寄せてもあの布団。わかった。わかった。リミ、ゆっくりゆっくり。リミ落ちたら大変、気をつけてよ。ゆっくりだよ。このね、うん、ベッド滑るんだよ。そうだよ。リミ、おしーちゃんの方自分で引き寄せるの。このベッド1年半使ってたやつだよ。優しい。あれ置いてあげんの？優しくない？リミちゃん。リミちゃん優しくない？ちょっとママだったら自分で引っ張ってかけてねっていう。真っ暗。怖い怖い。なんと爪を切っております。志保さん、リミ怪我するよ。どうしか暴れないの。もうリミ今度ここで寝る。痛い、今日寝る。今日やだ、今日やだ。今日私が寝るのここで、リミは寝ちゃダメなの。ほらリミ邪魔しないでよ、ソファーチャレンジなんだから。リミごめん、リミあのさ漫画撮ってなんでもいいから。ネクト本買ってちょけてあげてんのに。最後に寝る前に本読みたいんだ。じゃあそれガラガラって全部置いときない。そうしないとまた呼ばれるから。リミがでも寝ちゃったらもう。ありがとう。うわなんか快適じゃない。ありがとう。なんかソファー生活ね。リミもやるの。もうやりたいの。ダメ。今はこれめっちゃ面白いよね。なにそれ。お約束のネバーランド。へえ、面白いんだ。あのね、原作とちょっと違うの。へえ。ちょっと ネタバレになるの。ダメだよ、ネタバレは言わないでください。言わないんだけど、めっちゃ面白い。ちょっと違うんだけど、違うからこそ面白い。へえ。リミもなに。リミがどうしたの。リミちゃんも今度やんの、そこで。でも一人で寝るんだよ。しーちゃんいる。いやだ。しーちゃんと寝るの。いやだ、いやだ、いやだ。え、しーちゃんベッドで寝ちゃうよ。リミそこで一人で寝れる。え？ママ。ママは寝ないけど。何どうしたの。ねえ。わかる？ってリミちゃんはもう寝なきゃいけない。まだ2年生だもん。なんでリミが寝ない。どうしてリミが泣いてんの。だし早く寝たいもん。え、早く寝たい。早く寝たい。早く寝たいってどういうこと。ここで早く寝たい。そこで寝たいの。そこで寝たいの。っていうか、ただ単にあなたはそこで漫画を読みたいだけでしょ。今日はありがとう。明日もよろしくね。バイバイ。おやすみ。どう？リミ。どう？うん。そんな。もうちょっとしたらじゃあリミちゃんここでね、ソファーチャレンジしよう。さあ、リミ様ってこう持ってきてくれるしーちゃんがジュースとかね。リミ様ってジュースとかお菓子とか持ってきてくれるよ。しほ、漫画撮ってって言ったらしーちゃんがきっと漫画撮れてくれるよね。ご飯って言ったらご飯持ってきてくれるよ。ベッド、何のベッド。え、ベッドがいいの。いや、でもそれはソファーチャレンジだからベッドのままにはしないよ。これソファーだよ。ソファーだけど、ソファーの形にしときますよ、ソファーの時は。夜寝る時だけベッドにするけど。そんなくつろいでるだけじゃん、そしたら。確かに。くつろぎ生活チャレンジじゃん。あっちで寝よっか。ママと、ね、ママとあっちで寝よう。じゃあしおちゃんも寝ましょう。もう、ね、そうですね。リミちゃんが羨ましがっちゃうからね。そうだね、うん。
もう寝るってしょうがない。ちーちゃん寝たら腰折り行くかも。やめて。襲われちゃうのね。じゃあおやすみね。おやすみ。バイバイ。ちーちゃん、キッチンボ。キッチンボで結構です。じゃあね、おやすみなさい。キッチンボママ、おやすみ。しーちゃん、きほさん、おはよう。おはよう。寝れましたか？うん、寝れました、ちょっと。うん。おはようございます。おはようございます。ちょっと暗いんで電気つけますよ。うん、だから照明つけますね。おいしいね。あのですね、実はですね、9時を過ぎてしまいました。起きてこないのでお越しに参りました。起きてこないというか起きてる様子がなかったので、ということで必然的に終了でございます。終わっちゃいましたね。昨日ね、夜遅く、寝るの遅かったからね、今日絶対遅いなと思ったけど、やっぱり起きるの遅かったですね。うん、うん、はい、ということで今回はこれで終わりだね。ですね。まあちょっと甘いソファー生活でございました。楽しかったです。ちょっともうちょっとね、厳しくやればよかったかなと今思うんですけど、でもそれだとね、まああまり辛いのも良くないかなと思うので、まあ楽しくねやれるのが一番ですね。まあ小学4年生ですしね、体にこう負担がかかったりストレスが溜まったりするのは良くないなと思ってるので、まあこれぐらいで良かったんじゃないでしょうか。楽しくできたが一番ですね。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。ゆみさんもまだ寝ております。ゆみさん昨日全然寝れなくて、うん、よっぽどここの部屋で寝たかったらしいよ。バイバーイ。バイバーイ。